撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。回収しないと始まらんな。指揮官から指示が届きました。
今ならまだ修復可能だ。出撃する地点を選んでください。行くぞ。いいぞ、このまま続け。あとは頼みました。一時退避します。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。やった、いいものが手に入った。積極的に仕掛けろ。敵を私に近づけるな。大丈夫だ、修理は任せろ。大丈夫だ、修理は任せろ。大丈夫だ、修理は任せろ。ありがとうございます。慎重に動け。隙をつかれてはならんぞ。修理すればまた頑張れますよ。まだ終わってない。いっただき、あんたには感謝してるよ。ごめんなさい。まんまと柵にはまりおったら。これはやばい。心配しないで、修理は任せてください。危なくなる前に。大丈夫だ、修理は任せろ。やった、いいものが手に入った。危なくなる前に修理しろよ。やったぞ、撃破したぞ。敵ビーコンを破壊しました。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。ありがとうね。これはありがたい。あとは頼みました。まだよ、この程度では終わらないわ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。まだまだ再生可能だ。大丈夫だ、修理は任せろ。指揮官から指示が届きました。大丈夫だ、修理は任せろ。一時退避します。これはありがたい。お一人見せてもらおうか。積極的に仕掛けろ。敵を私に近づけるんだ。誰か修理頼めないか。危なくなる前に修理しろ。あんたには感謝してるよ。この機体、今ならまだ修復可能だ。ありがとうね。対象物は全て破壊する。機体はまだ戦うと言っています。あんたには感謝してるよ。慎重に動け。隙をつかれてはならんぞ。お期待、今ならまだ修復。ありがとうよ。退避させてもらいます。
機体はまだ戦うと言っています。指揮官から指示が届きました。大丈夫だ、修理は任せない。ありがとう。誰か修理を頼む。これじゃやられるわけじゃないか。お前たちに負けることなどありえん。出撃する地点を選んでください。行くぞ。 やったぞ撃破したぞ。大いなる戦いの第一歩は機体はまだ戦うと言っています。勇気ある行動にかかっている。機体はまだ戦うと言っています。次はどちらさん。先まで読んでいるのだよ。さらにできるようになったな。まんまと策にはまりおったな。進め。危なくなる前に敵意識の撃破に成功しました。ありがとうね。大丈夫だ、修理は任せる。集中的に攻撃すれば突破可能です。ありがとう。ありがとうございます。機体はまだ戦うと言っています。修理を頼む。機体はまだ戦うと言っています。機体はまだ戦うと言っています。焼け石に水だな。危なくなる前に修理しろよ。ありがとう、助かりました。
しろよ。大丈夫だ、修理は任せろ。一時退避します。行くぞ。大いなる戦いの第一歩は諸君らの勇気ある行動にかかっている。まるで蜜の味、そう、甘いですよ。今ならまだ修復可能だ。回収しないと。これはありがたい。大丈夫だ、修理は任せろ。大丈夫だ、修理は任せろ。まだ終わってない、まだ終わってない。危なくなる前に。機体はまだ戦うと言っています。この機体、今ならまだ…ありがとうございます。機体はまだ戦うと言っています。くそー、これは…これ以上出てこないで。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。修理します。この機体、今ならまだ修復可能だ。ありがとう。当初の目標以上に成果です。まだ続きそうです。大丈夫だ。あんたには感謝してるよ。機体はまだ死んじゃいねえぜ。残り3分を切りました。あとは頼みました。一時退避します。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。聞かせてもらえよ。敵本拠点に接近。やってやります。敵ビーコンを破壊したよ。焼け石に水だな。指揮官から指示が届きました。敵軍戦力ゲージが残り 50% を切りました。あとは頼みました。一時退避します。機体はまだ死んじゃいないぜ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。なんだと柵にはまりおったな。機体はまだ戦うと言っています。機体はまだ戦うと言っています。機体はまだ戦うと言っています。動きに優雅さがありませんね。ありがとう。敵ビーコンを破壊したよ。まだ戦うと言っています。作戦時間が残り1分を切りました。修理なら俺が。こう見えて器用なんだぜ。ありがとう。機体はまだ戦うと言っています。機体はまだ戦うと言っています。ありがとうございます。
体はまだ死んじゃいないぜ。機体はまだ戦うと言っています。集中的に攻撃すれば突破可能です。ありがとうよ。機体はまだ死んじゃいない。私はまずまずつけたくね。指揮官よろしい。大いなる戦いの第一歩は諸君らの勇気ある行動に。やりました。我が軍の勝利です。戦闘における戦績予報の評価を報告します。すごい活躍でしたね。驚きました。本部からの報酬が支給されました。配布